松田正彦です。要するに2015年の終わりと2016年の初めをどないして過ごしたかっていう話です。お正月はね、まあ、ちょっとだけ休みいただきました。12月いっぱいいっぱい働いてね、11月に過労で倒れたんですかね、確かね、でのね、貧血と診断されてですね、増血生活習慣の改善を先生に、女先生にですね、指導を受けまして、先生の言うことをですね、まあまあまあほぼ真面目に聞いてですね、ちょっとあの体力もらってまいりました。えらいもんで、オートバイも全然乗れませんでしたね。もうあの、まあお正月ね、ちょっと調子良かったので、まあ、行ったんですね、フォースの覚醒を見に行きました。スター・ウォーズ・フォースの覚醒がね、良かったですね。でここからね、完全120% の, あのネタバレで喋りますので、フォースの覚醒をねまだ見てはれへん、今から見ようと思う人は、即刻この動画を見るのをやめてください。でも全部言いますから、あの、良かったです。最後にねスター・ウォーズを見に行ったのは、考えてみるとジェダイの復讐なんですね。あのいっぱい熊の子が出てきてですね、あのその熊の子が、熊の子のおかげでですね、その皇帝を 銀河皇帝をやっつけるっていうね、その時は、まあ、あのパルパティ銀河皇帝が皇帝がパルパティンっていうのをなんか知りませんでしたけど、パルパティンはそこでね死ぬんです、ね、あれをね、見に行ったのがね高校生だったかもしれません。中学高校生ですね。それからねスター・ウォーズ新3部作ですね、 CG をいっぱい使ったやつは映画館で見に行ってませんので、それ以来のスター・ウォーズっていうことになりますね。まあ、スター・ウォーズといえばやっぱり一番ちっちゃい頃は僕はワンですね。あのハンソロとか、あのコカ・コーラのね、コーラの王冠の裏をねペロンって剥ぐとね、スター・ウォーズの1シーンとか登場人物がこう写真になって出てくる、その王冠コレクションみたいなね、スター・ウォーズ王冠コレクションみたいなのがあったですね。僕も必死で集めたんです。ところがね全種類集めるのはなかなか難しい、でね、その小学生の僕のやったのはね、ガラス工場がありましてね、これは某 A ガラスですけれどもね、大きな会社です。この A ガラスのですね、あの工場にですね、僕は忍び込んで、そこの工員のね、兄ちゃんたちがやっぱりコーラ飲むわけです。購買みたいなところで、そのコーラの空き缶、王冠ですね、昔あの外でバチンと開けるようになってましたんで、それをですね ガサッと、持ってきたというね、二揃い、コンプリートさせましたよね、で越に行ってたと。ところが、なんですけれども、その頃の僕ね映画館にいて、その字幕を読んで映画を僕は見れるやろうか、そういう不安があって、それと、まあ、そういうのもあってね、どうしようかなと思ってるうちに公開が終わってしまった。それが最初のスター・ウォーズでした。だから登場人物の名前ね、ベン・ケノービーとかね、反乱軍たちとかね覚えてますよ、レイヤ・オーガナ姫とかね、名前全部知ってるんです、でもずっと見たことがなかったと。で結局スター・ウォーズの一番最初のやつを初めて、結局スター・ウォーズに本編に触れたのはですね、松崎しげるがハンソロ、レイヤ姫が、大場久美子の、テレビでやった吹き替えバージョン、これが、マジに見たスター・ウォーズだったというね、古いな、でも面白かったですね。そっからね、あのフォースの覚醒はね、水を飲んできました。フォースの覚醒の話でしたね。これはね、レンやったかな、とにかくね女主人公のねレンやったと思いますけど、これがねちょっと強すぎなんです。初っ端からねルークのヘッチンをかぶってたというね、
おお、すぐ分かりましたんでね、あれはねルーク・スカイウォーカーのヘッチンをかぶってね、砂漠のとこにおりましたけども、レン、女レンがねむちゃくちゃ強いんですよ。これちょっとこう納得いかないぐらい強いと、あとね運転したことのないねあのファルコン号、ファルコン号もねどこかねあのどこか中古車屋みたいなところで売りに出されてね、それを奪ってレンはファルコン号を運転するんですけども、これがねめったやたらに上手に運転すると、天才ですね、ということはこの子は、この女子はフォースがあるということですね、これね。あとあの悪役、悪役はねちょっと凶暴なんです。ちょっとね暴れ者でね、もう気が短くてね、これをいかにもこの、若さの荒ぶるね、もう本当にとんでもないやつやなと思ったんですけどね、なんとこのねカイロレンじゃないよ、カイロレンが悪役でしたね。レイが女の子の名前でした。このカイロレンがね、マスクかぶってる、ベイダーに憧れてるんですね、ベイダーに、ダース・ベイダーに憧れてる。これは凶暴なんですけれどもね、これがね、光線銃のね弾をねあのこうパッとこうフォースでその空中にその留めておくという、弾を止めるわけですよ、そのフォースの力で、なかなかね凶暴なやつでした。もう暴れまくってね、もう気に入らんことがあったらね、そのあの、ライトサーベルをこう振り回してね暴れるというね、短期キャラです。で驚いたことにそのカイロ・レンがね、なんとあのハン・ソロのね、ハリソン・フォードの息子だったというね、面白かったですね。もういろんなそのでちゃんとあのハリソン・フォードも出てきますしね、あのレイヤ姫も、当時のねキャリー・フィッシャーがね、減量したらしいですけど、キャリー・フィッシャーがそのまま出てきました。なかなかあのオールドファン、俺みたいにあのオールドファンからね見るとあの面白かったですね。あのねハンソロとねレイヤーの子供っていうのは分かったんですよ、そのカイロレンね、これねどういう教育をしてたかというね、もうめったやたらな凶暴な悪いやつですよ、このカイロレンっていうやつは。でね、いきなりもうあのヘッチンを抜いてね、中からあのハンソロ2のねなんか、若者が出てきましたけれども、そのねカイロレンがねそのソロ船長をねこう、殺してしまうというね、その衝撃的なね、ハンソロあの主人公はねハンソロでしたね、でソロ船長がね殺されたシーンをね、あのケムクジャラの、 あのチューバッカー見てるんですよ。でこのチューバッカーがですねあの完全に切れてですね大暴れするというねあのシーンもあります。それでね、まあ、一緒に見に行った子とね言ってたんですけどね、チューバッカ切れたなっていうね、これ忘れ彼女の言葉がね忘れられません、チューバッカ切れたっていうね、あのですね、お肉のねメロラインに完全勝利バージョンの食べ方を、今、開発しましたんでね、これあのちょっとあの紹介しておきましょう。絶対間違いないからこれな、これね簡単なんですよ、まずはね、ごまの葉っぱ、これをねあのキムチに、ね、してたこのごまの葉っぱですね、もうこれ引きますわね、ほんでこのポニョポニョしてるやつを、これはわさびでしたか、わさびの葉っぱ、ほんでその上にこれが佐賀牛、佐賀牛、この時点で結構腹立つと思いますけどもね、そしてここで鹿丸くんの、お塩、鹿丸くんのお塩パラパラと、でここに、マジわさびを吸った、この吸ったマジわさびを、このマジわさびがねチューブと違って、いくら置いてもやばい状態にはならない、この状態でこれをローリングするんですよ、撮ってくれる、あ、ごめんコウさん、カメラ持って、カメラ、あれ
もあ、いけたいけた。この状態が、今回開発した最強の食い方やということで、食べてみましょう。はい、うん、燃えてる、うんうん、燃料サーチャージ、うん、やばい、僕はねこれで貧血を今から治しますで、今のでだいぶ 増血されましたので、ね、ちょっとサラさん、ここ取って、ここちょうど焼けてる、お医者さんに、サラさん、褒められてる、これ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 、こんな感じ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 、なんで貧血やって、これで仕上げでね、で増やした血を、これでまた消費してで、あと、血管がね、いい状態になってきましたので、うん、ここでもう一回悪い状態に戻して、こうやってこの2016年も、まっすぐ突き進んでいこうと、こういうふうに思います。で、向こうのご両親にも持って行く。火がない、火がない。火ないから。で、冬場は、秋から日本海から、サザエ取ったりとか、帰りに舞鶴寄って食べたりとか。あ、着いた。で、着いた。今まで一人の時は絶対行って帰るだけやったから、このようにお正月フォースの覚醒に浸り、スターウォーズワールドに浸りきって、ね、新年会も、女子部のねこうご協力のもと、2回も取りを行うことができて、まあ、なんとかねあの新年のこうスタート、2016年スタートを切ったわけですよ。スタート切ったなと思ったらなんと1月が終わってたというね、信じられません。まあこれ毎回いつも言ってますけど、このようにして、我々は一瞬にして、年老い、そしてあの死に近づいていっていることですね。2016年もあの気を抜くことなくですね、まあ体にはちょっと、体はちょっといたわりながら、楽しくやっていこうと、こう思ってます。企画だけはね大量に作りましたのでね、大量に出来上がりましたので、また、小出しにしてですね、いける企画があったらみんな、一緒にいて楽しみましょう、ね、ちょっと休みを取ってね、もうちょっと頑張ります。そうですね、 GSR の洗車から始めようかな。もうなんかもう乗りっぱなしで買えそうになってきたから、オイル交換と。